さあということで、この対決も大詰めとなってきました。並木さん、はい、まとめますと、私が合計で16オーバー、並木さんが17オーバー、はい、となりました。ワンストロークで私が勝っておりますが、今のお気持ちはどうでしょうか。いやもう悔しいですよ、この一言に限りますもん。シンプルに、いややっぱりこうね、あの今までのホールやってきて、私がちょっとねリードしてたと思いきや、またイブになってさらに今アミさんにリードされちゃったっていう、はい、あの先ほどの7番ホール、うん、まあ、パー、唯一のパーですから本日。ナイスパーでした、はい、私まだねパーないので、そうやっぱりパーのね一つぐらい取れないと、はい、チャンネル持ってるのきついと思うんですよ。はい、すいません。はい、そうですね、4つぐらいパー取らないと。はい、次回の YouTube ロケ冒頭で、はいはい、〇〇さんよりもゴルフが下手な〇〇ですっていう挨拶を、そういう紹介しないといけない自分で、そうです。だから並木さんが私に負けたら、稲村亜美さんよりもゴルフが下手な並木ですから始まる YouTube。 なるほど。そんな YouTube ね、もう多分みんなやめると思うんですよ。あ、じゃあ稲村の YouTube 見ようってなっちゃうね。それはさせたくない、そう、させたくない。だからこれは本気で勝たなきゃいけないんです。そうですね、はい、本気で頑張ります、はい、というのが一つ、はい、であともう一つが、あのストローク差、ほう、そのストローク数の数だけ変顔と変ポーズ、変顔しながら変なポーズするってことですよね。あ、両方やるんですね。両方やる、わかりました。勝てばね、これやらなくていいんですか。大丈夫です。だから私が40で回って並木さんが50だったら、なんで例えの時点でもう自分がいいんですか。なんで、やっぱり例えでも負けたくないなって負けず嫌いだって。いや悔しい、私も頑張ります。はい、こちらはですね、8番ホールの145ヤードパー3です。女性で145ヤードってちょっとねきついですよね。きついです。なので私もね、見てください、ドライバーかウッドかなっていう距離なんです。あ、こちらはやっぱり乗せますね、乗せたいですね、広いんで横長のグリーンなので、うん、プレッシャーかけるぞ。おー、めっちゃいい、これめっちゃいいですよ。おー、めっちゃいい、これめっちゃいいですよ。ナイスー、乗ったー、かっこいい、ありがとうございます。アイアンでなりました。でもやっぱり距離がちょっと足りなかったですね。でもね、もう見事です。いや最高じゃないですか。確かにプレッシャーかけられました、これは。はい、ちょっと頑張ろう。ドライバーで行こうかな。ドライバーで。はい。ナイスショー！けど右行っちゃったね。おー！右のグリーンで。ナイスオンです。ありがとうございます。すごい、2人とも乗った。乗りました。パット対決。いやー、ナイスショットです。いやいや。すごい。でもアミさんの方が近いですよ。まあでも行ってみなきゃわからないですからね。頑張りましょう。とりあえず行ってみましょう。はい。ね、22メーターのパッティングちょっと難しいですね。いや本当ここね、グリーンが広すぎますよね。横長でもっと曲がるかな。まあ私だったらもうめちゃめちゃ右打ちます。ね、打ちますよね。もうちょっとか、多めに見て打ってみよう。その点ぐらい。曲がれ。おお。いけいけいけ、すごーい、やったー、ナイスタッチ、ありがとうございます。よかったです。すごい、勇気を持って打ちました。最高の結果ですよ。よかったです。すごい、あ、結構登ってる。うーん、確かに傾斜これすごい。入れバーディーください。私の方がちょっと残ってます距離は。お互い入れたらパーですもんね。ね、うわ、これ大、え、めちゃくちゃ大事なパットじゃないですか。怖い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 、うわ、私からですね、私の方がギリ、並木さんか。
でもさっきのタッチ良かったから大丈夫。チャンネル継続決定です。よし、ありがとうございます。よかったよかったよかった。スライスだと見てます私は。あ、フックだ。じゃあ右カップいっぱい。いや今の入れられたか。やりました。これ入れなきゃイーブンですもんね。うわーやっちゃったー、ボギーです。ということは、ま、合計でイーブンです。ちょっとどうなってるんですか。まあでも試合的にはすごいんですよ。そうですね、シーソーゲームなんで。そうですね、本当に本当にそうですね。だからもう最終ホールで決着がつきます。頑張りましょう頑張りましょう。うわー綺麗な戦いだな。本当ですね、ここまで本当に。さあ最終ホールです。460ヤードのパー5なんで、すっごい長いっていうパー5じゃないんで、そうですね、うん、このティーショットめちゃくちゃ大事です、はい、罰ゲームもあるので。やりたくないやりたくない。あれはもう屈辱ですよ。亜美さん勝たせてください。いやいやいや、いきなりどうしたんですか。いきなりあどうぞどうぞってなるわけないじゃないですか。まあどちらが勝つかわからないですけど、はい、正々堂々行きましょう。いきましょう、はい、それではお願いします。はい、行きます。よし、ナイスショー、いけ、ナイスショー、いけ。もう道なり、やった最高の結果です。ありがとうございます。すごいナイスです。ありがとうございます。よっしゃ、よし、最後のティーショットいきます。ナイス、これめっちゃ飛んでますよ。ナイス、これめっちゃ飛んでますよ。ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。ドラコン女王だ、飛びました。ね、開始もうここここ当たりました。ここど真ん中に。ありがとうございます。ドラコン女王目指してます。あの細長い木あるんですけど、あれよりか全然左狙っていきます。ナイスショー、うん、オッケー、止まって、はい、ありがとうございます。ナイスショットです。ありがとうございます。いや、めっちゃ飛んでた本当に。あ、大丈夫だ、広い。あ、飛んだ、あったあったあった、ありました。飛んだ、めっちゃ飛んだ。え、めっちゃ飛んでる、飛んでる、すごい、お見事です。ありがとうございます。あれ何ヤードだろう。はい、ということで240ヤード飛びました。おめでとうございます。はい、まあここね、残り204ヤードぐらいでしたっけね。まあ200ぐらいになると私はいつも3番ウッドを使ってます。ですが今日2回打って2回とも失敗してます。どうしますかって。さっきまで3番ウッド捨てるって話まで出てたんですよ。けどこんなドライバーいい当たりしたんだから、うん、いい当たりしてみようじゃないかということで3番ウッドにします。お頑張りますよ。いける、私なら打てるよ。いきます。おお、でもでも、おお、でもでも、これ道なりにあんな低いライナー打てます。ということで3番ウッド捨てません、はい、よかった、ナイスです。よかったよかった、結果オーライ、結果オーライ、うん、ラインもそんな悪くないので5番ウッドでまた行きます。これは悔しい。
これは悔しい。今の悔しいですね。今の悔しいですね。キャーピンチだピンチ。切り替えましょう。じゃあ、5番ユーティリティでいきます。はい。いやー、打ちたいね。うわ、え、待って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 。ちょっと行っちゃった。ちょっと右のコース。でもラフだったから。これ、え、嘘でしょ、このタイミングで。あると思います。私が70ヤードのアプローチ一番得意なのを皆さんに お見せしたいと思います。噛んだからダメだ。いきます。まあ、噛んだからな。噛んじゃいましたね。私のがですね、修理地にあったので修理地から出して残り62ヤードです。うわー、惜しい。はい、いい上がり方だったけどな。ありがとうございます。ここで私次入れるぐらいの勢いで頑張ります。さあ、グリーン周りにやってきました、うん、皆さんこの距離感何でいくと思いますか？サンドエッジ。サンドですか？はい。違います。5番アイアンです。来ると思いました。それ本気です、本気です、本気ですよ。やっぱりこの距離ってちょっと難しい。だから転がしていきたいなって思ってるんで、もうこれは転がしで、転がし20ヤード5番アイアン。そう、ナイスオン。ナイスオン。大丈夫。あ、並木さんはパターで。いや、今ちょっとめちゃくちゃ迷ったんですよ。 P にしようかなとか。はい。けども事故を起こしたくないので安全に。さっきの、はい、ちょっとドラマがあるので。でもそのラフのパター難しくないですか？いや、難しいです。うわ、待って。おお、微妙な距離残りました。はい、はい、うん、弱くいこう、弱くいこうね、弱気でいきます。うわー、でもナイス、ナイスです。お先します。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。これ入れてボギーです。もうまっすぐドゴンとウィニングパットしたいと思います。はい、ナイスです。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、いや嬉しい。お見事。素直に嬉しい。ということで、勝者稲村亜美です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、気分いいですね。めちゃくちゃ良かったですね。結果報告しますと、はい、いきますよ、うん、私が18オーバー、並木さんが20オーバーです。めっちゃ叩いちゃいましたね。めちゃくちゃ叩いてますよ。あらま、ちょっと反省ですねこれは。そうですね、対決運動よりも反省です自分に。いや、楽しかったですね。楽しかった。まあでもね、楽しかっただけじゃ終わらないんですよ、並木さん。そうだ、ね、そうだった、そうですね、めっちゃ焦ってた。罰ゲームの方があるので、はい、2ストローク差ですよね。なのでまず変顔変ポーズ、うん、2連チャンカメラにいただきたいと思います。変顔変ポーズ、並木さんの変顔変ポーズまでいきますよ。いきます、せーの、チャンチャン、はい、ちゃんちゃん、はい、あー、でも大丈夫、多分ね、ただただ可愛いだけでしょ。いやいや、可愛くはなかったです。ただただ可愛い。結構自分でも やっちゃったなって思っちゃった。
まあそれは私も後ほど YouTube の方で見返したいと思います恥ずかしい。はい、ありがとうございます。すごい。次回あの YouTube の始まりの方で、はいはい、稲村亜美よりゴルフが下手な並木ですっていう自己紹介をしてください。わかりました。恥ずかしいですけどね。これはやっていいんですかね。それもまあちょっとどのテンションでできるかですけど。そうですね。まあまあまあ並木さんのテンション次第でやってください。わかりました。じゃあその動画もちょっと見てください。はい、お楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、私的にはいいライバルができたなっていう感じなので、はい、ぜひまた対決。私も本当あの亜美さんとはねゴルフ女子仲間ができた、はい、もうそれがねまず今日一番嬉しかったので、うん、ぜひお願いします。お待ちしてます、はい、じゃあそれではありがとうございました。ありがとうございました。